ドジャースの山本由伸は、レンジャーズ戦でオープン戦初登板。2回を投げて1安打3奪三振無失点と好投した。一方でセンター後方のカメラからボールの握りが見えるという指摘もあった。ドジャースのマーク・プライヤー投手コーチは、山本の握りが見えてしまうことについて、注意を払わなければいけない、と述べた。サイン盗みについて、偶発的なものではないからね。ほぼ全てのチームが何らかの形で取り入れている。ゲームの一部となっている、と強調した。また、山本に改善すべき点があったとしても、ドジャースのスタッフは注意深く観察し、壁などがあった場合は可能な限り修正に努めるという。見えてる思ったけど、そのままやったわ。素人が見てそういうもんなんかなと思ってたけど、やっぱよろしくなかったんやな。めっちゃ見えてたよな。これトラウトが若手投手に、癖がバレてることを指摘してたの思い出したわ。大谷も気づいてたみたいだし、強いチームほど徹底してるイメージや。向こうの中継では、解説の人は投球内容よりも、握りが見える、と盛んに言ってたよな。サインも電子化されて、相当神経質になっとる。読まれたら、当たり前だけど、変化球は振らなくなるよな。それでも頑張ってほしい。癖を見つけても、今年は普通にやれば活躍するやろ。2年目からが勝負やと思っとるで。1年目は怪我せん限りどうせ大丈夫やろ。問題は2年目以降、研究済みの相手を上回っていかないといけないことや。それでもうまくやっていくと思うけど。日本が細かくアメリカが大雑把というイメージがあるが、野球に関してはアメリカは細かいよな。ある投手が、コーチから指摘されてグローブを大きくしたと聞いたことがある。そういう対策もあるということやな。エンゼルスも大谷の時分析されてたけど、ドジャースはさすがやな。そういう分析チームいるのが心強いわ。オープン戦で分かったのなら何も問題ないやろ。山本はまだまだ始まったばかりやで。優勝チームがサイン盗みやるくらいのリーグやから、その辺は徹底して対応していかないと崩れるで。